日本大阪府大阪市西区北堀江北堀江は大阪府大阪市西区の町名。現行行政地名は北堀江1丁目から北堀江4丁目。大阪市西区の南東部に位置。南は南堀江、北は長堀通りを挟んで新町、西は木津川を挟んで千代崎、東は阪神高速1号環状線を挟んで中央区。 西新斎橋とそれぞれ接する。現在南堀港との境界となっている大阪市道玉作り西急上線の南側にはかつて堀江川が流れており、元の境界は堀江川だった。北堀江の町名は1698年の堀江川の改作及び堀江新地の開発の際に成立したが、元の町域は堀江新地の内堀江川の北岸のみで、 それより、北側は、大池決という町名だった。長堀川の下流一帯では、下線上側にもまたがって、土佐藩が広大な倉屋敷を構え、材木どん屋をはじめ土佐の物産を扱う町が形成され、土佐藩の影響が色濃い、このエリアを、西長堀と称した。90年代前半頃までは、大阪市内でも繁華街などから外れた地域であり、 古い商店街や雑居ビルなどで点在する、寂れた街であったが、90年代半ば頃に、音楽制作会社のビーイングの創業者である、長戸博之によって、堀江一帯の不動産が大量に取得され、無名デザイナーなどによる新しいブランドショップ、カフェ、レストラン、サロンなどが次々に、オープン、またおしゃれな高級賃貸マンション、タワーマンションなどが多数建築されたことにより、 若者の入居が増えていった。同時期に、ビーイングの大阪本部として、メジャーレーベルのレコード会社、ギザ・スタジオが起業され、ライブハウスなどの施設もオープンするなど芝叩く間に、若者の街へと変貌し、人口増加とともに、数々の企業が事務所を構えるなど、現在の資産価値ある土地へと変わった。2021年3月31日現在の世帯数と人口は、 以下の通りである。国勢調査による人口の推移。国勢調査による世帯数の推移。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。なお、小学校、中学校入学時に学校選択制度を導入しており、通学区域もしくは隣接する校区の小学校、中学校から選択することも可能。 2016年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである。地内に所在する駅は上記の二駅だが、他に大阪市高速電気機動の西大橋駅にも近接する。大阪府大阪市西区の町邸、あざ一覧、人口統計ラボ。2019年10月20日閲覧、住民基本台帳人口、外国人人口、 大阪市、2019年10月4日閲覧。AB、北堀江の郵便番号。日本郵便。2019年8月15日閲覧。市外局番の一覧。総務省。2019年6月24日閲覧。 h t t p s w w w c i t y o s a k a l g j p s h i m i n p a g e 0 0 0 0 0 0 6 8 9 3 h t m l 産データ大阪市市民局総務部住民情報担当2021年10月11日閲覧 AB 平成7年国勢調査の調査結果引く 男女別人口及び世帯数町長,長、アザと総務省統計局。2019年8月16日閲覧。AB、平成12年国勢調査の調査結果引く。男女別人口及び世帯数町長,長、アザと総務省統計局。2019年8月16日閲覧。AB、平成17年国勢調査の調査結果引く。 男女別人口及び世帯数町長,長、アザト総務省統計局。2019年8月16日へ閲覧。AB、平成22年国勢調査の調査結果引く。男女別人口及び世帯数町長,長、アザト総務省統計局。2019年8月16日へ閲覧。AB、平成27年国勢調査の調査結果引く。 男女別人口及び世帯数町長、あざと、総務省統計局、2019年8月16日閲覧、通学区域一覧、大阪市、2019年10月22日閲覧、平成28年経済センサス、マイナス活動調査、事業所に関する集計産業横断的、集計都道府県別結果、総務省統計局、 2019年10月23日閲覧。郵便番号も2018年度版。日本郵便。2019年6月10日閲覧。ありがとうございます。